千葉明は、日本の外交官。ロサンゼルス総領事を経て、アセアン政府代表部特命全権大使。イラン帝国テヘラン生まれ。1984年東京大学法学部卒業、外務省入省。チャイナスクールに属し、1985年から北京大学で中国語研修を受け、1987年にカリフォルニア大学バークレー講習士の学位を取得した。 1988年在中華人民、共和国日本国大使館二等書記官1991年外務大臣官房総務課。1993年外務省経済協力局、無償資金協力課。1995年外務省大和局対応集課、主席事務官。1997年外務省経済協力局、政策課主席事務官。 1999年在ジュネー部、国際機関日本政府代表部参事官。2001年在中華人民、共和国日本国大使館参事官。2004年外務省大臣官房国際報道官。2005年東京大学教養学部講師。2006年外務省、総合外交政策局国連企画調整課長。2008年法務省入国管理局登録管理官。 県司法試験校裁員問題作成担当。2010年在アメリカ、合衆国日本国大使館講師、2013年在イラン日本国大使館講師、2015年内閣府日本学術会議事務局次長。2016年からロサンゼルス総領事を務め、慰安婦の一支みの撤去要請を行うなどした。2019年東南アジア諸国連合日本政府。 代表部特命全権大使。ビジネス、中国語検定試験レベル5。全国通訳案内士。合気道5段。在ロサンゼルス日本国総領事千葉名士。特別講演会。南ミカルフォルニア日系企業協会。ABCDE 総領事からの挨拶外務所。AB、日中中日翻訳筆記実践編3美しい。中国語の手紙の書き方。 役仕方。司法試験委員会会議議事要社法務省。名義高一の米東海岸レポート。海外で慰安婦問題の理解が進まない理由は、日本政府のダブルスタンダードにあった。産経新聞2018.8-286時。スイス大使に読売新聞グループ会長を寄用へ、NHK 政治マガジン2019年8月30日。中国語の基本ドリル2017。 L.A. リトル東京、新しいスポーツ施設、寺崎武道館の起工式が行われました。8月3日、ロサンゼルスのメール交換。ありがとうございます。